午前11時、今年3月に全線再開した常磐線に乗って双葉駅に到着した田中復興大臣。伊沢志郎町長から復興の現状について説明を受けました。この後会談した伊沢町長は、避難指示の解除について、住民が帰還できる環境に回復させるのは国の責任であり、国が目標とする時期や見通しを早急に示すことを要望しました。さらに、町の大半を占める帰還困難区域にある特定復興再生拠点区域の拡大などについて、国として具体的な方向性を示すよう求めました。やはりしっかりと明示されなければ、復興という、掲げ声だけで終わってしまうんじゃないかという我々は危機感を持っているということで、具体的なもう明示ということは、お話をさせていただきました。一方、帰還困難区域の国の方針について田中大臣は、拠点区域外についてはこれまでも地元の皆様がご要望をいろいろとしておられまして、大変重く受け止めておるところでございます。各町村との具体的なご要望等を踏まえながら、関係省庁と連携して検討をしてまいりたい、このように思っておるところでございます。こう話すにとどまり、方針を示す時期については明らかにしませんでした。田中大臣は今年秋にオープンする予定の町の産業交流センターも視察しました。